国民に呼びかけて安倍政権をストップする行動の第一弾として、今回の総選挙においてストップ消費税再増税、ストップ原発再稼働、ストップ集団的自衛権の主張、ストップ集団的自衛権の主張を明示する候補者への投票行動を呼びかける。そして今次総選挙後に原発、憲法、消費税、TPP、沖縄基地、格差等の各問題について主権者国民の意思を広く受け止める真の国民政党を樹立することを目指して活動する。主権者による新しい政治運動を作り出すために、ストップ安倍政権を実現する国民会議は、広範な国民に賛同を求め安倍政権をストップする具体的行動を積み重ね、真の国民政党を1年以内に樹立し、次の国政選挙で実際に安倍政権のストップを実現することを宣言する。2014年12月12日、ストップ安倍政権を実現する国民会議発起人、森田稔、同、植草和秀、同、白井聡、同、辻恵文、以上であります。以上、今回声明を出すにあたっての経過及び趣旨についてご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。とりあえず、このストップ安倍政権を実現する国民会議の発起人の側からのご説明は以上でございますので、以下の何か質問等ございましたらお願いします。文書でね、唯一頼りにしてないことは、なんかね、我々が頼りにしてないような誤解まれることもある、はい、そしてこれ安倍のことでしたもん。だ彼が頼りにしてたという表現だけど、あれ安倍が頼りにした、そうすると我々が頼りにしてない誤解まれることもある。安倍のミックスを頼りにしていた主語ですね、そうそうそう、ね、国民じゃなくて、安倍首相自身が頼りにした。そういう意味で書いておりますが、誤解まで恐れがありますので、終文をさせていただきたいと思います。吉川、小松艦隊の選手の指示です。政党の成立条件といったら、とてもハードルが高いですね。今、議員5人とか、投票率の 2% 以上とか、こういうことに対するそのある程度 のロードマップとかですね、数字が国民に広く示せるのか、それからあとですね、そのいわゆる反 TPP といわゆる反安倍的なもの その総合センター的な機能を、例えば本部をどこに置くか、それからこういうのを日本各地にどういうふうな組織体で系統立てていくのか、そういうふうな、まあ、ある大まかな具体的な構想というかプランをお聞かせください。この会議でまだそこまで具体的な詰めを行っているわけではありませんけれども、現在の政治状況を見ますと、今回の総選挙でも、メディアの予想がどれほど具体的な調査に基づく数値であるのかは疑問が残りますけれども、自公の与党勢力の圧勝という予想が流布されているのは現実であります。ただ実際の選挙区の事情を見ますと、小選挙区295というですね、選挙区になっておりますが、第1位の得票を得た者だけが当選する、こういう制度でありますので、2位以下の得票を得た候補者に投票しても、これが指標になってしまうと、こういう状況であります。安倍政権の政策に対して是か非かということを問う、そういう選挙にしなければならないわけですけれども、安倍政権の与党側は自民党が中心により、公明党とまさに盤石の選挙協力体制を敷いて、この295の選挙区に対応しております。でこれに対して、先ほど、原発とか憲法とか消費税と、この三大問題を取り上げ、それ以外に TPP とか、あるいは沖縄の基地とか、あるいは格差の問題と、6つの大きな問題ございますけれども、これに明確に対峙するしっかりした方針を示している、いわゆる中軸になる政党が今不在の状況になってしまっている。
共産党はその方針を出して295のほぼ全ての選挙区に候補者を出しておりますけれども、そのために逆に自公政権の流れを止めようとする投票が分散してしまっている、まあ、こういう状況がございますので、これは私の個人的な見解でもありますが、この自公政権にブレーキをかける、このストップ安倍政権を実現するという明確な方針を示す、国民を広く基盤に置くような、いわゆる主権者政党、国民政党を樹立して、共産党とその場合には選挙協力を展開するのは私は望ましいと考えておりますけれども、この主権者勢力、主権者政党と共産党で宗教対現在の自公というような対立図式に持ち込まないと、政権交代が随時発生しうる、健全な民主主義の状態を生み出せないと、そういう認識がございます。その意味で、いわゆる主権者の、意思を広く受け止める、この安倍政権の政策に賛同しないですね、主権者の意思を広く受け止める、国民政党の、樹立の必要性ということについては、広く国民の間にも待望論は存在していると思います。それを具体的にどこがどう実行するかというのはまさにこれからの課題でありますけれども、そういう理念とか哲学あるいは方針というものを明確に示す、それを既存の政党ではなしに、いわゆる市民活動といいますか、主権者の側の主体的な行動によってそれを促していき、既存の政党を巻き込む形で新しい政党を樹立する、この国民会議がおこがましくそれを具体的に自分でやろうということではなしに、そういう国民運動が広がっていく一つの発火点ですね、起爆剤として機能していく、そういう呼びかけの展開が必要ではないかなと、そういう意味では2番目のご質問にありました、そのための具体的な、事務当局をどこに置くとかですね、そういう問題は今後の問題と、まだそこまでの準備もできておりませんし、その対策もできていないというのは現実でありますけれども、少なくともその理念的にそういう考え方を広く国民に呼びかけて賛同者を増やし、そして既存の現有議席を持つ国会議員であるとか、あるいは政治勢力にも働きかけて賛同を得ることができれば、政党要求を満たして主権者政党を樹立していくということも視界に入っていくんじゃないかな、そういう理解であります。はい、原発、憲法、消費増税という、3つを主な、要素として、それに一致する候補ということで今回投票を呼びかけようということになっておりますけれども、今ご紹介あったように TPP 沖縄基地格差の問題、その3つないし6つの課題について、一致する人々を政治的に後半に、まとめていきたいということなんですよね。だけど、そう簡単には多分いかないと。で、民主党、維新の党、今ある党の中でも、この3つないし6つのテーマについて、いろんな意見を持っておられる方がいて、だからそれがそれぞれの政党の趣旨がはっきりしないということで、国民の皆さんからすれば戸惑うというような状況だと思うんですよね。やっぱりそこを整理をしていって、趣旨がはっきりする、最低3つの趣旨についてこの指とまれで、そういう人たちを集まっていくことが今の政党の中の、現職なり前職の人たちも、どっちにするのかっていうことが、問われてくるというふうに思いますので、この国民会議が広く市民の皆さんやいろんな関心ある方々の間で一定の影響力を持ってくれば、各政党の中のそれぞれ多様な人々がやっぱりこの、テーマで一本化していこうということで、集まるようなそういう、きっかけになりうるんじゃないかなっていうふうに、私は思っています。で、政党要件を満たす政党を作るというのは極めて困難なことなんですけども、国民会議および市民のいろんな具体的な連携なり運動を通して、
まあ、ある段階に達すれば、まあ、確認団体を作るとかいうことも中間ステップとしてありますし、その上で、いろんな政界再編の流れの中で、政党要件を満たす、新しい国民政党を作る、まあ、触媒みたいな役割をこの国民会議が果たせるのかな、その辺を目指していくのがいいのかなっていうふうに、まあ、私は思っています。で、まあ、そういう国民会議の運動をどういうふうに作っていくのかっていうことについて、まあ、ちょっとスケジュール的には非常に総選挙の投開票日と近接しているんですけども、12月19日に、明治大学のリバティタワーで、国民会議のこの総選挙を受けた、今後の方向性についてということでの議論の会合を、まあ、持とうと、まあ、とりあえずそこでいろいろ議論百出するかもしれませんけども、持って、今後の方向性への、まあ、共通の認識をとにかく作り出せればいいのかな。でその段階で発起人の方々にもっと広く加わっていただいたり、賛同人の方々も広く呼びかけると、そういうようなことにもその場で協議をしていきたいな、私としてはそのように考えていて、一応この4人の発起人の皆さんは、その12月19日の、まあ、夕方6時過ぎからなんですけども、その会合については一応予定は取っていただいているとそういう状況ですので、総選挙を受けて、この国民会議の今日の発足の声明でいろんな反響があれば、そういう皆様方にも多数その場に参加していただいて、もっと広く議論をしていければいいかなと、このように私としては思っています。先生、近々のイメージでは小倉県知事を演出させた放浪なんですね、ああいうふうなうねりというふうなイメージで捉えてもいいんですか。まあ、そうなれば非常に望ましいと思いますけども、沖縄は沖縄としてのその保守とか革新とか全部含めて、大和に対する、うちなんちゅうの思いっていうのがありますから、まあ、そういうふうに一つにまとまる沖縄をオール沖縄っていうふうな、まあ、その条件が非常に、この間整備されてきてますよね。だからそういうことと対して、まあ、今の国内でどこまでそういう条件が整備されてるのかってなりますけど、まあ、現在の政党制覇に関わりなくやっぱり趣旨をそこで一致する、それでやっぱり政治をもっと国民に近づけるような、そんな運動を正面からこの国民会議が提起していければ非常にいいのかなというふうに思って、これが今後も努力していきたいなと思っています。はい、はい、今日山本太郎さんがそのオール沖縄の共産党の赤嶺さんの選挙応援に行かれてたんですけど、この6個のテーマっていうと山本太郎さんが言っていることとも重なるなと思って聞いてたんですけれど、山本太郎さんは今回辻さんの応援に来てくれないなと思ってなんかどうしてかなとか思って本人に言ったりもしたんですけど、この、国民会議のことは知っておられるのかしら。いや、まだご存じないんじゃないでしょうか。ああ、そうですか、はい、ぜひ相談してみたらいいのになと、はい、まあ、賛否両論ある人ではあるけど、今回もいろんな党の方の応援に行かれていて、今後オール日本みたいな形で私もオール沖縄に習うような感じで盛り上げていきたいなと思っているものですから、ぜひ山本さんともつながってもらえたらいいなと思います。あともう一つの質問なんですけど、今この国民会議に賛同されている方で、その現議員さんだったり前議員元議員さん、実際にその、地方議員も含めて政治活動に参加されている方々は何名ぐらいいらっしゃるのか、どの党派のどの党の方なのかっていうのを教えてください。趣旨については直接間接にいろいろ話が伝わっている方はそれなりの相当数いらっしゃいますし、
基本的には賛同だというふうに、まあ、おっしゃっていただいておりますけども、まあ、具体的に、まあ、国民会議として動き始めた上でその具体的に参画するのか、どうするのか、まあ、基本的な方向はいいねっていう方が、まあ、ほとんどなんですけども、ですから今まだ何人というふうに、やってるんじゃなくて、まあ、まだ問題提起の段階で、ですから12月19日を受けて、もっと広げていこう、呼びかけていこうというふうに考えていますので、現職というか今開催になりましたから前職の方にも賛同者はいらっしゃる、地方議員の方にも賛同者はいらっしゃる、まあ現時点では何名というふうにはちょっと申し上げられないけど、広がりは当然あり得ると期待しています。私自身も頑張りたいと思いますけど、はい、私からも補足をさせていただきますが、先ほども説明がありましたように、この国民会議の構想そのものが11月21日のシンポジウムで、まあ、発議されたものでございます。で、まあ、この11月21日がちょうど、この今回の総選挙の解散の日にあたるわけでございまして、まあ、そこから現職あるいは前職元職の方、立候補される方はまさに選挙戦に突入しておりますので、まあ、こういう国会の発足につきまして十分それを浸透させるような状況はまだ生じておりません。で、12月2日に、公示がありまして、この会の発足を一応正式にスタートしているわけですけれども、まだ広く呼びかけるという状況ではありません。ただ、まあ、元々は2009年に鳩山政権が誕生しましたときに、いわゆる日本をこれまでずっと支配してきた、いわゆる既得権による日本の政治というものを主権者の政治に変えると、まあ、こういう大きな目標理念のもとに鳩山政権を発足したわけですけれども、残念ながらこの鳩山政権がわずか8ヶ月半で鳩山さんが退陣を迫られると、その後の民主党のまさに迷走が、まあ、現在の日本の政治の混迷を招ける原因でありますけれども、まあ、そういう中で先ほど3つないし6つという、原発憲法、消費税、そして、TPP、沖縄の基地、そして格差という問題について、もう一度主権者国民の立場に立って政策を整理して、右なのか左なのか、どちらの道を進むのかということをはっきりさせた、政党というものが出現して、広くその考え方に賛同する国民の支持を集めるという体制を作らないとこの政治状況を変えられないと、そういう意味では現在維新とかあるいは民主党の中にはこの趣旨に賛同する方は潜在的にたくさんおられると思いますけれども、維新とか民主党の方針そのものが原発の問題にしましてもあるいは集団的自衛権の問題にしましても非常に曖昧な部分があり、国民の側もどの人のどの言葉を信用したらいいのかという状況がありますので、むしろ維新とか民主党でも自公に近い方は向こう側に行っていただいて、そうではない方にはこちら側に来ていただくというような形で、この6つの方針で比較的はっきり意見が一致できるのは、まあ、生活社民共産というようなグループになってくると思いますけれども、共産党は共産党で独自の今道を進んでますけれども、もし大きな方針で一致する点が非常に多くなれば、現在の自民党と公明党のような関係の選挙協力をこの主権者政党と共産党で構築するということも可能になってくるんではないかな、まあ、そういう期待も持っているわけで、まあ、そういう意味で現在の現職の国会議員あるいは元の国会議員、まあ、今回の選挙に出馬されている方、そういう人々に広く呼びかけていけば、こちらの路線に集まってきて主権者政党を作ろうという考え方に賛同される方は多数発生してくるんではないかなと、そういうことを期待しております。はい、ま、私は今までのお話を伺いまして、私はほとんど今耳は聞こえない人間なんですが、でも大体おっしゃってる線はこれで正しいと思います。ただですね、もう一つこの線を
いわば表向きにしながら、安倍内閣というのは同時に有力な閣僚の中にファシストを抱えているわけですね。で、これはこのファシストは別に安倍は否定はしてないわけです。安倍自身が自分がファシストだとはまだ言ってない。しかし安倍の有力な閣僚はまたこれ平気でファシストと自分で言ってるわけです。で、遊びで言ってるわけではない。で、そうなりますとヨーロッパの人たちは鋭敏にこのファシストという言葉にをこう見るわけですね。で、だからといってこれらを全部ファシストにする必要はないわけですね。まあ、そういう状況というものも一方ではこの分析して彼らは一体何をどう考えているのか、遊びでやっているのか、そうではないだろうと、やっぱりナチファシズムというものをもう一つのこの何て言いますか、彼らの目標にしてるんだろうと。でも今それが表に出てきてるわけではない。まあ一人二人が言ってるだけだというふうな、でもその一人二人が言ってるということはきちんと見とく必要があるだろうと、まあ、そういう中でお話のような形で当面問題になるこのテーマについてはきちんと押さえていこうとという形でやった方が運動としては広がるんじゃないだろうか。やっぱり今この選挙の最中ですから彼らも控えてると思うんですね。選挙が終わった後に彼らは同時に一方には国際的なつながりもあるわけですね。で、一番やっぱり私たちがこの慎重に見なきゃならないのは軍事化の問題だと思いますね。というのはかなりの軍事産業と結びついているわけですね。そうでなかったらこんなこと安倍なんかできないし言えないということは、すでに軍事産業は国際化されているということなんですね。そういう問題も全部視野に入れながら具体的な現象をまず抑えていくとということが必要なんじゃないか。だからこの広い範囲で見ながら問題にするときには具体的な問題から入っていくという、そういう、まあ、両面が必要なんじゃないかなというふうに思います。だからこれ、ね、武器輸出というのはそういうところなんです。この武器輸出に、ね、安倍はね、かけてるの世界中に原発を大きく見てくるよ。再稼働しなかったら売れませんから、ね、再稼働何数回やったら原発取るためですから、ね、そういうところ持ってきてるんですね。貴重な武器ありがとうございます、はい。尾崎鉄道議員を支援する会という市民運動を私もずっと関与させていただいてまいりまして、まあ、その大きなシンポジウムがありました席で辻先生がご発言をされて、まさに安倍政権今の状況を進んでいく延長上にはまさに安倍独裁政権の樹立という姿がくっきりと浮かんでくるわけでありますけれども、まあ、この状況とまさに1933年のドイツナチ党によるいわゆる全権委任法の成立、その後のファシズムの台頭という状況と重ね合わせたご発言が辻先生からございまして、私もその発言に強く感銘を受けたものでございます。その点含めちょっと辻先生から一言お話しいただきたいと思います。はい、まあ、安倍政権の閣僚19人のうちの15人が日本会議に属していると。で、まあ、女性閣僚2名が不祥事で辞めたけども、2名はそのいわば安倍チルドレンではなくて日本会議に属して、まあ、むしろ、まあ、ファシズムに極めて、近いような思想傾向を持ってる残りの3人が残ってるというような構造ですよね。ですから今回伝えられるように、もし安倍政権がかなり圧勝して、その後 その内閣はその今以上にそういう傾向が強まる可能性があるというふうに思います。で、まあ、今回の総選挙の、まあ、奇襲攻撃ですよね、いわば。で、数値を極めて、操作している円安ドル高の数値、円安株高の数値だって操作しているし、だからそういう意味で、まあ正確にどう表現するかは別として、ファシ
基礎的な手法が取られているっていうのは間違いない事実ですから、全権委任法のように、立法府が完全に形骸化して全部受験法みたいな形で、行政内閣が一方的に物事をどん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 進めていくっていう、もう実質的にはそうなってるんですね。国会審議なんてもう感情的に、対応するだけで、鼻から審議をする気なんか全くないわけであって、だからそういう意味では形は変えてるけども、1933年以降のナチスのファシズム政権が進行していった、そんな経過を違った形で日本的に今進んでるって私は思っておりますので、まあ、伊藤先生おっしゃるようにそういうことを本当に敏感に考えながら政治過程をちゃんと見ていかないといけないし、政党の動きもチェックしていかなきゃいけないなというふうに今思っています。で、大賀さんがおっしゃったようにその原発を海外に輸出するときに売りに回ってるのにお前の国は動いてないじゃないかって言ったら全然セールスっぽいセールスアピールできないわけだから、そういう意味でその原発産業が輸出で儲けるためにとにかく再稼働はしないといけないという、だから誰のための再稼働かって7割が国民反対していっても企業の利益のために再稼働してる、そういう構造がますます強まっていくのかな、そういうところもしっかり、まあ、分析をしながら、国民会議としてはいろいろ国民の皆さんにいろんな情報をやっぱ与えるっていうか提供する役割も同時に果たしていくべきだなというふうに、まあ、今改めて思いました。はい、他ございますでしょうか。はい、お聞きしてることはまさにその通りだろうというふうに思うんですが、ただ足りないなという感じがするのはその危機感とか切迫感ということでありまして、安倍政権の方は300議席を超えていけば4年間のタイムスケジュールとかロードマップを作ってこれをこれとこれというふうに進めていって最終的には憲法改定まで行くだろうと思うんですが、その前に当然のことながら強行罪とかをやる、それはものすごく向こうの安倍政権側のどっかに黒田官兵衛じゃないですけども軍師が非常に優れた軍師がいてですね、きっちりともう読んでここでこうやれば大衆はこういうふうな反応するけどここはまあ、制圧前進すればいいやと、香港の排除の仕方もきっちり見てますから、ある程度、ガス抜きさせれば、あるいは共産党とか、リベラルの大衆運動にガス抜きさせとけばこのぐらいすればこういうふうに進められるよ、何せ300議席あるんだから、これがあるから本当に悠長なことをやってたらとてもじゃないけど麻薬に合わないし、それで特に困るのはその連帯っていうことがリベラルの側が実に下手くそというか、どうしても連帯とか統一行動とかですね、勝利を捨てて大同につこうということができなくて、小沢一郎氏がどんなにやろうとしても、まあ細川政権とか鳩山政権は作りましたけど、その後のオリーブの木なんてのは全然できない、そういうことから言うとですね、共産党が独自路線を取る限り、いくら民主党の中のリベラルの人たちなんかが少しぐらい動いても、まあ全然そんなのは痛くも痒くもないぐらいということになりかねないので、その植草先生をはじめとして、できればその小出博明さんであったり、あるいは大江健三郎さんであるかもしれません、そういうような市政の人を含めて、どうしても共産党も巻き込んだ形の、リベラルの勝利を捨てて大道につくということを誰かがやってほしいと思う。で、国民会議はそういうことができるだろうとは期待したいんですが、どうですか。それも本当にね、死ぬ気でやってくれないとね、もうそのために本当にね、小沢一郎氏はもう命かけてやってるだろうと思うんですけども、どうにも出番を作れない、なんとか出番を作って、それでだから民主党の中でもね、これという玉が本当に今いないですよね。
小沢一郎に肩並べ、あ、ちょっと意見ばっかり言って申し訳ない。もう時間がないです、ね。はい、ありがとうございます。でもね、郡山さんとね、おっしゃることはね、あんまり難しいですね。これはね、被験者と自民党との戦いで、本当はね、我々の戦いですわ。だからね、おかしなことあったらね、続けてやるんですよ、本当は。こんな考えないですよ、ほんまに。民主国会ないです。これ、上田先生一番よく喋るけどね。こういうことです。はい、ありがとうございます。おそらく、被験者が、今まではどちらか受け身の状態であり続けましたけれども、やはり主権者が本当に動かないと物事が動かないと、そういう局面に来ているんだと思います。で、先ほどの報道沖縄とオールジャパンの話がありましたけれども、共産党などの説明では、沖縄でオール沖縄で、辺野古基地という反対ということで、従来の保守とも手を組むという報道がありましたが、本土のこの選挙でそういうことが行われないことについての一つの説明としては、やはりその大同小異といっても、小異を残して大同につくなら大同につけるけれども、大を残して小同につくというのは難しいという側面もあるので、いわゆる、先ほど維新とか民主の話をしましたが、集団的自衛権につきましても、あるいは原発につきましても、方針が右なのか左なのかはっきりしないという政党が存在しているのも現状なんですね。ですから、むしろそういう中途半端な政党の色をはっきりとつけてもらわないと、国民の側もこういう、まさに消費税の問題がその象徴なんですけれども、2009年の選挙でシロアリを退治しないで消費税を上げるのおかしいという民主党に国民を 投票しましたが、その演説をしてきた人自身がシロアリを退治しないまま消費税の増税に突き進んでいったわけですね。こういう事態がありますと、やはり主権者の側も安心して投票できない、またその政党と選挙協力を取ろうとする政党も安心して選挙協力できないという事情がありますので、むしろやはりその野党の順化といいますか、文化というか、分立あるいは統一ということをしっかりと遂げて、広く国民に支持を得るということをしないと、また政権はできても中が政策がバラバラで国民の期待を裏切るということにもなりかねないと思うんですね。ご指摘の危機感という点はまさに同感でありますが、それを言っても今この状況で、何かすぐ変わるということはありませんので、やはり希望を持って必ず前に進むという意思が非常に大事ではないかなと、そういう印象を私は持ちます。先生、何かありますか。いや、極めて切迫感と危機感を私自身は強く持っているつもりです。今おっしゃった競合罪っていうのは3回国会に提出されて廃案に、いろんな形で、追い込むことができたと、3回目は民主党の中でも一部それに応じていいんじゃないかっていうな、今の執行部系の人たちが妥協に動いたところを、その時は小沢さんがダメだというふうに言ってそれを止めたっていうようなことがあります。やっぱり戦略感を持ってる政治家と目の前 のことに右往左往する政治家の違いが競合罪の問題で私は出たんだなっていう、その時は思いましたけども、来年の通常国会に出すのかどうなのかも出してみたり引っ込めてみたり、世論をこう押し量ってやっています。おそらく来年はその集団的自衛権の国内法化の自衛隊法の改正とかそういうところが主要で、そのはっきり申し上げて維新の党や賛成していくだろうというふうに思ってますから、安倍政権に対する野党共闘みたいな 野党なのかっていうような問題も含めてですね、もっとあからさまにそれぞれのどういう立ち位置で国民の立場に立つのか、国家の権力の立場に立つのかっていうことで政党も政治家もそれぞれ問われてくる、そこをふるいにかけながらこちらの勢力をどううまく増やしていくのかっていう、でそういう意味ではこちらのサイドでの戦略感が必要だっていうふうに思いますよね。で、私自身はやっぱりとりあえずは別に待機主義で考えてるわけじゃないですけども、次の勝負は、2016年の7月の参議院選挙だろうというふうに思っていて、ですから、参議院選挙をもっと
起死鮮明な主張で国民の皆さんの支持を呼びかけられるような形の政党をそれまでにやっぱり作らないとダメだと。だからこの1年が勝負だと。1年以内にそういう意味での真の国民政党がなんとか作りたいなというふうに。それだけ戦えないです。今回と同じようにまたいろんなも情報操作を含めて、もっと図に乗ってくるわけですし、権力機関がもう安倍政権は永続するかのごとくみんながそれに、情報を持ち込んで、それにするよってというふうにもう別のサイクルで独自にこの権力が動いていくみたいな、そういう機関というか、だからそれも、見据えてやっぱり戦略的に我々の側の勢力をどう作っていくのかやっぱり必要です。私は2012年に落選したとこの2年間いろんな落選したり現役 の国会議員関係者とかあったり、運動関係者とかあったり、なんとか連携した新しい政党が作れないかなって。これそれぞれ鈴木宗男さんも話をしてそういうふうに動いておられたし、亀井さんもそういう話動いておられたってことはあるんですけど、なかなかそれがうまく一つにならない。もちろん小沢先生もそういう観点でいろいろ動いておられたって分かるんですけど、やっぱりその時にやっぱりもうちょっと国民に見える形で進めるっていうのも一つ、違う形で進めるのも当然あるけども、国民の目に見える形でその連携を進めるということがやっぱり一つ鍵で重要かなと思って、そういう意味ではこの国民会議をね、オープンな形でそういう議論を進めながら連携を作り出していくという意味でうまく機能していけばいいし、私自身させたいなというふうに思っています。ちょっと時間がないので簡単に伺いたいんですが、労働組合とそれから学生、国際的にはやっぱり日本でも学生が動くべきだと思うんだけど、なんともちんとも関東も動かないどうすれば動かせるか、なんとかパイプをつないでですね、若い人たちに動いてほしい。秘密保護のことで動いてる子らがいます。子はいるんだけども、香港みたいになんじゃない、台湾みたいになんじゃない、そのことを言ってる。60年の安保の時みたいにね、国会を取り巻くぐらいの学生運動じゃないと、東大も動いてない、中大も動いてない、法政も動いてないじゃないですか。まあ、先日10月に丸山音楽堂で、原発反対 その集会、500人ぐらいの集会があって、まあ、7年ぐらい連続して、その時に、まあ、白井聡さんが講演をされたんですよね。でその打ち上げの時に、まあ、白井聡さんの周りに関西大学の学生とかいろいろ囲ん で白井さんは、まあ、発起人の一人ですけども、非常に積極的に、学生とその今度交流をしてもっと広げていきたいっていうふうにおっしゃっていて、で来年の4月から関西の教員で白井さんお目になられますから。どこの大学です。言っていいのかどうか、ちょっといいですよ、いいですか京都聖火大ですね。あ、うん、でやっぱり関西、いやまあ消しかけるわけじゃないけど、白井さんがやっぱり関西で、まあ、非常に優秀な本当に志のある若手の学者だと私は思ってるし、関西で白井さんがそういうふうに、まあ、私も当然いろいろ関わっていきたいと思ってますけども、非常に期待している。だからまあ東京の方でもそういうようなやっぱり学生をまあその金融行動とかいろんなところでそれなりに出てきてるんだけど、形にまだなってませんから、その形をどうするのか、モデルケースをどっかで作ってそれを広めるっていうふうにしないとなかなか運動って広がらないと思うんで、まあ、関西が一番条件があるのかもしれないなというふうに私としては思ってますね。もう時間もありませんのでそろそろ締めますけれども、まあ、今の点について一言だけ申し上げますと、まあ、労働組合は私もう一度2つに割るべきだと思います。雇用組合と労働組合と2つに分化させるべきでないと、全くこれ労働組合が機能していないというのが現状だと思います。もう一つは、まあ、学生の問題言われましたけれども、まあ、突き詰めて言うと結局はやはり日本の国民の資質というかですね、国民そのものが問われている、国民そのものがほとんど、まあ、ボケてしまっているという現状がですね、
あの環境にあるので、国民もそれは学生もそうなんですが、学生でない年配の方でももう関心もしない、単に流されていくという人が増えてしまっていること自体が、あの現状を乱している、まあ、大きな要因、まあね、ね、そこに矢を向けてもあのなかなか難しい問題はあるんですけれども、そこを変えない限りはこのままあの落ちてしまう、まあ、一度落ちた方が上がりやすいのかなという気もしますけれども、いや私もそう思います、はい、ありがとうございました。そうしましたら時間もありましたので、この声明発表の会見はこれにて閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。